こんにちは、番組 MC の佐藤拓也です。こんにちは、佐藤恵美です。ホーリーホックアイ第8回の配信です。この番組はイバキラ TV がお送りするサッカー J2 水戸ホーリーホックの応援番組です。毎回多彩なゲストをお迎えしてお送りしていきます。今回はスタジオを飛び出して、はい、この水戸ホーリーホックの練習場ホーリーピッチからお送りしようかなと思っております。はいはい、気持ちいいですよね。ちょっと暑いぐらいですね。さっきまでね、はい、選手たちも練習してたんでね。うん、そうなんですよね。はい、もうなんかこう、はい、フレッシュな気持ちになりますね。うそうですね。はい、はい、そして前節、うん、愛媛戦勝ちましたよ。やりましたね。はい、2対0、はい、まあ、前半に先制点取って後半にまたこう追加点を取って勝つという理想的な展開で勝利したんで、まあ、本当連戦なんでね、すごく弾みがつく勝利だと思うんで、うん、千葉戦いい試合になってくれることを期待したいと思います。はい、そうですね。はい、はい、そして今日はなんとまた新たに素敵なゲストがいらしてくれているということで、はい、はい、そうなんですよ。はい、ご紹介よろしくお願いします。はい、それではゲストの方をご紹介します。水戸ホーリーホックオフィシャルフォトグラファーの伊藤敦史さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか緊張しますね、この感じだと。もう10年以上の付き合いですよね。そうですね、はい、10年以上ですね。こういう場で出会うとまた、はい、また新鮮な、新鮮な、はい、ちょっとね、緊張する、お互い緊張しちゃうところもあるんですが。そうですね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。フォトグラファー伊藤敦史。1995年よりカメラマンのキャリアをスタート。2000年からプロサッカーに魅せられて取材を始め、2008年より水戸ホーリーホックのチームカメラマンに就任。チームカメラマンに就任する以前からおよそ10年にわたってホーリーホックの残してきた数々の名場面を撮影し続けています。まあ、伊藤さんといえばもう我々が目にするホーリーホックの写真をほとんど撮ってると言っても過言ではない、ね、はい、しかも10年以上ですから、もう、はい、クラブの生き証人でもありますし、ね、いや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 、はい、どうですか、はい、こんだけやられてきての感想というのは。そうですね、まあ、オフィシャルカメラマンっていうのはそのチームのこう歴史をこう記録していくものですので、はい、まあ、それを一つずつ撮影させてもらってるっていう感じですかね。はいはい、本当に刻んで、もうね、写真見るだけでこう思い、ね、そうですね、出すものがあるんで、やっぱそういうのってすごい大事なことですよね。そうですね、はいはい、ということで今日はですね、伊藤さんがこれまでに撮られてきた写真の中でもこう印象に残っているものやお気に入りのものを持ってきていただいたということで、はい、はい、ちょっとこちらを見せていただけるんですよね。はい、はい、そうですね、はい、まあ、3カットってことなんですけど、はい、なかなかこう3カットに絞るっていうのが、10年の、はい、なかなか厳しかったんですけど、まあ、ちょっと印象に残ってるものをちょっと3枚選ばさせてもらいましたので。あ、なんだろう、はい、気になるみたい、ね、まず、まあ、1ショット目がですね、はい、こちらの写真なんですけど、はい、この、まあ、チームカメラマンっていうのは、はい、そのやっぱり各いろんなドラマをこう撮っていかなきゃいけないっていうのがありまして、はい、やっぱり これなんですけど、塩谷司選手、サンフレッチェ広島在籍の、はい、で彼が水戸での最後の試合の時に、はい、サポーターに挨拶を終えて戻ってきた時に、まあ、水戸の守護神の本間選手とこう肩を組んで、まあ、きっと、まあ、ちょっと室内練習場なので声は聞こえなかったんですけど、きっとこう頑張れよと言ってたんじゃないかなと。だってもうその写真からその会話が伝わってきますもん。そうですね。もう僕も これを撮りながらこう胸が熱くなったという、うん、はい、そういったシーンですね、はい、言葉いらないですね。本当ですね、これが全てを物語っているという。いやいやいや、素晴らしい。いや、はい、思い出しますね。思い出しますね、あの時のことを思い出します、ね、サポーターの垂れ幕とかね、はい、もう本当に、はい、塩の、はい、日の丸を背負う姿が見たいみたいな、はい、あれも感動する、あの後ろ姿も良かったんですけど、はい、ししこっちが、はい、その後のこれだったのが伊藤さんちょっと目が熱くなりました。なるほど、はい、伊藤さんしか見れないシーンでもあります ね、はい、じゃあ2枚目を、はい、じゃあ2枚目がですね、はい、見せてください、はい、こちらなんですけど、あ、はい、もう天皇杯ですね、これは、はい、そうですね、延長戦でガンバ大阪と戦って、はい、でこれ結局勝ったんですけど、はい、まあ、勝つ前に PK 戦の前にチーム全体でこう盛り上がった時のシーンなんですけど、まあ、なんかこのシーンっていうのはやっぱりこう今までこう J1 チームになかなかこう勝てなかった、うん、でもこう未来へのこう扉を開けてくれた
シーンじゃないかなって僕は思って、ね、はい、まあ、その後大阪ナイトが楽しかったです、ね、ポイントができましたね、はいはい、この試合はやっぱり天皇杯ということで、あのテレビで見られなかったサポーターが多いの で、はい、やっぱりこうやってちょっとでも写真が、ね、はい、あるとサポーターに伝わるものがあるんじゃないかなと。はい、もうこの時の雰囲気っていうのは本当にすごく良かった。そうですね、はい、いいシーンだ。歴史が変わる瞬間がしましたね。そうですね、まだまだいけるんじゃないかっていうふうなこう気持ちにさせてもらったこうシーンでしたね。あの橋渡監督の言ってた、はい、あの走り切るやり切るをまず体現したゲームでしたよね。はい、そうですね、こっから始まったんじゃないかな。うわ、すごい印象的でしたね。痺れますね。これもまたね、延長戦っていうのがまたいいですね。全員でこうやろうと。いいっすね、はい、じゃあ3枚目でお願いしたいと思います、ね、最後の1枚ですね、はいはい、でこれちらですね、はい、代表トリオ、はい、これ2011年の時のイヤーブックの時に取り下ろしたものなんですけど、はい、まあ、まず日本代表の3人が元代表の3人が来てくれた水戸に来てくれたっていうところにこう、はい、うん、感激してた部分と、まあ、残してってくれたものっていう部分もリスペクトですし、やっぱりあと個人的にはこの3人を水戸ホーリーホックで取れたっていう喜びっていう部分でこれを1枚を選ばさせてもらいました、はい、この代表で戦った日の丸を背負って戦った選手たちが水戸ホーリーホックのエンブレムにこう、はい、こう腕を当てて胸こう当ててるっていうのが感動的ですよね。これも本当胸熱かったですね、なんか本当に、はい、でも3人とも今いないんですけれども、はいはい、彼らが残したものって今でもすごく残ってるんですよね、はい、ありますね、うん、はい、もう本当水戸に足りなかったものを逆にこう残していってくれたんじゃないかなっていうふうに思ってますね。そうですね、だからこの写真ってこれから5年後10年後さらにこのなんか伝えるものがあるんじゃないか、出てくるんじゃないかなと思いますね、はい、いや、いい写真撮りますね。いい写真、本当に表情が、はい、なるほど。いや、他にも見たいですね。え、もっと見たいですけれどもね、もっと見たいです。今日はちょっと時間の関係で3枚ということで、はいはい、これを選ばさせてもらいました。まだね、3枚だけたくさんいっぱいあるんですけど、うん、まあ、ベストってわけではないんですけど、まあ、印象に残ったっていう部分で選ばさせてもらいました。で、まあ、そのプレーの写真っていうのが皆さん僕がプレーの写真を撮ってるってことが多いと思ってるんですけど、逆にこうやったこうプレー以外の写真の方がやっぱり残していかなきゃいけないものも多いので、そうですね、はい、そこにまたドラマがあるという、はい、ドラマを見ましたね。ねえ、見ましたはい、はい、胸が熱くなったところで、はい、はい、いろんな思いもあるでしょう、うん、それではこんな、ね、素晴らしい写真に触れてきたわけなんですけれども、ホーリーホックリポートにここで移っていきたいと思います。今回は茨城キリスト教学園高等学校の西野真由子さんが会場準備中のケーズ電機スタジアムに潜入してきたということで、こちらをご覧ください。キバキラホーリーホックリポート。今日は準備中のスタジアムに来てみました。の中に入れてもらえるようなので早速行ってみたいと思います。普段はなかなか見ることができない会場前のケーズ電機スタジアムと、今回3度目の登場となる茨城キリスト教学園高等学校サッカー部マネージャーの西野真由子さんが潜入しました。でも選手からはこうやって見えるんだなって思うとやっぱ迫力ありますよね。ベンチがでもあと何時間後にはもうここに選手がいるってことですよ。なんていうの、すごい。やっぱりちゃんと整備されてるんだなって思います。試合終わった後、大体選手たちはみんなここ一周してサポーターたちに手振ったりとか、だからここのところなんかでもう結構最前列ね。あ、そうですね。もう全然握手。あ、そっか。触れ合い。すごい。会場間近のメインゲートに来ました。もうたくさん人が集まってますね。じゃあ、ちょっと見てみたいと思います。西野さん、初めてのインタビューに挑戦です。こんにちは。こんにちは。ちょっとお話聞いても大丈夫です。はい、お願いします。
はい、今どのようなお仕事をされているか。はい、そうですね、お客様を受け入れるこう準備ですね、皆さんと一緒に。はい、でお仕事を始めたきっかけって何ですか。そうですね、スポーツのこういったイベントの仕事を友達がやっていたので、そのきっかけで、はい、入りました。やってて楽しかったこととか。やっぱお客さんと一体になれることですかね。やっぱり勝負もあるの で、ね、勝てばやはり私たちも嬉しいですし、うん、お客さんともこうコミュニケーション取るの、うん、やっぱり楽しいですよね。はい、そうですよね、近いからお客様とのコミュニケーションもたくさん取れて。そうですね、すごいいい仕事だと思います。はい、今ここであれですね、物販とかの準備もしてますね。そうですね、すごい、こんな早くから準備してすごいですね。キックオフは6時からなんで。今まだ1時ですよね、すごい。これ毎週毎週、すごいな。スタッフの中にはボランティアとして働いている方もいらっしゃいます。球場内の掲示物、お客さんを案内する掲示物を貼ったり、あとは座席の雑巾掛けをしています。ずっと応援を続けていて、で8年ぐらい前からボランティアの方は、はい、それまでは結構ずっと試合を見てた方だったんですけど、手伝いも大変そうに見えたので、もうずっとから試合も見ずに、はい、こっちの方をしてます。はい、ボランティアの方々皆さんはやっぱり仲がよろしいですか。仲はものすごくいいですたまに懇親会のようなものを行ったり、私みたいな年配の人でも温かく迎え入れて、ワイワイガヤガヤと。はい、たくさんの人の手で作られていく水戸ホーリーホックのホームゲーム。会場前のスタジアムを見て、皆さんの思いを実感した西野さんでした。はい、すごいですね。プリマハム時代から応援してたって。もう上には上がやっぱりいますね。本当に生き証人ですね。素晴らしいです。素晴らしいですね。試合も見れないっていうのがちょっとね、見せてあげたい。なんかね、本当見ていただきたいなというふうに思いますけれどもね。伊藤さん、ちなみに伊藤さんは何時間前ぐらいに入られてるんですか、会場には。一応ですね、3時間前ですね。3時間前。はい。やっぱり早い。3時間前に入ってます。で、いろんなこう、風景だったり、そういう、まあ、周辺を撮ったりっていう感じなんですか。雑感って言われてるんですけど、はい、まあ、イベントを撮ったりとか、まあ、その物を撮ったりとか、そういう風にしてますね。はい、どうなんですか、実際そのスタジアムでの撮影で何か準備していることを。そうですね、はい、まあ、基本的に、まあ、オフィシャルカメラマンっていうのは、はい、その歴史をこう刻んでいくっていう仕事なんですけど、はい、まあ、その歴史を刻んでいくっていう中で、まあ、大切なものっていうのは、やっぱりその記録の先の記憶に残る写真っていうのを心がけて撮るようにしてますね。なるほど、はい、もうね、ドキュメンタリー番組は撮れるんじゃないかみたいなコメントをいただいていやすごいです、ね、その記憶に残る写真を撮るために、まあ、日々デイリーホーリーホックとか、うん、M さんの、インタビューとかそういったものをチェックしながら、はい、選手の気持ちになって、どういう気持ちで入っていくんだろうと、そういう気持ちになってこう撮影をしてますね。長く撮られることって僕はすごく 大切なことだと思ってまして、ね、選手たちと同じ気持ちになれるというか、選手たちが今何を考えるんだろう、はい、この選手って決めた後どういうことをするんだろう、どういう時にどういう表情をするんだろうっていうのが分かってるか分かってないかで、はい、写真って変わってくると思うんですね。そうなんですね、はい、そこの蓄積がやっぱ、ね、伊藤さんあるんで、すごくいい表情の写真を毎回撮られてるなと、はい、まあ、そうですね、もうそこを本当こう感じ取れる、まあ、フォトグラファーになりたいなっていうふうに思ってますんで、まあ、これからもそこをね感じ取れるカメラマンになりますね、はい、なっていこうと思ってます。はい、今まで撮った選手なんか印象的な選手や、こんな表情が豊かな選手ってました、鳥がいのある選手。まあまあ、そうですね、まあ、一番最初、まあ、ミッドホーリーホックっていうところだけでもドラマがありますし、はい、まあ、細かくこの各選手
ていう部分でもあるんですけど、うんはい、まあ、ドラマって、まあ、その選手だけじゃなくて、はい、こう周り、うん、例えばボランティアスタッフの方々もそうですし、うん、もうチームに関わる全ての人たちにそれぞれにドラマがあるので、うん、まあ、選手だけを狙ってるってわけではないっていうところを、うん、こう分かってもらえると嬉しいなと思います。なるほど、はい、ね、本当、はい、クラブというものを取ってるということですよね、はいはい、そうですね、それは選手だけじゃなくてその周りにいる人たち全てで歴史を作ってると、はい、その様をこうやって撮影して、そうですね、後世につなげてってくれる、はい、すごく重要な役割をね、はい、してくれてるなと思います、はいはい、さあそれでは前回のホームゲームのアビスパ福岡戦から新加入の選手の出場も注目されていますけれども、7月10日から正式に加入しました石川博典選手、それから池谷隼人選手からメッセージをいただいております。こちらご覧ください。まあ、運動量であったりチームを鼓舞するコーチングを見て聞いたり見てくれてほしいです。まあ、オファーが来た時は本当光栄だと思いましたし、まあ、すぐ行きたいなという気持ちもありましたし、まあ、来てみてチーム状況的にはそんな悪くもないので、まあ、一つ一つ戦っていけば上にはいけるかなとはすごい感じました。まあ、チームは若い子も多いので、まあ、自分はまあ中堅ということで、まあ、声を出していけばコミュニケーションも取れますし、まあ、そういうのを少しでもできればいいかなっていうのはあります。で、まあ、正直試合感の方がまだそんなには戻ってなかったので、まあ、頭と体の思ってることが、まあ、逆というか正直きつい部分もあったんですけど、まあ、試合に出る以上はそういうのは関係なしとして、まあ、今できる自分の最低限度のことをやろうと思ってプレーしました。一つでも順位を上に行くことは大切だと思いますし、まあ今水戸下位にいますけど、まあ、下位にいるほどの力ではないと思うので、もっと上を目指して一戦一戦頑張っていきたいと思います。まあ、今苦しい状況ですけど、まあ、それをポジティブに捉えて、まあ、厳しいと言わずに、まあ、楽しむということを優先してやっていきたいと思いますので、一戦一戦応援よろしくお願いします。自分のプレーの特徴はフィジカルに自信があるので、その球際の強さとかそういうところを見てほしいです。柱谷哲さんがいなくなって、柱谷哲さんに呼ばれてきたっていうところが大きかったので、正直戸惑いとかはあったんですけど、まあ、練習していく中で、まあ、だんだん慣れてきました。国士舘の時とかは結構大雑把なわけではないんですけど、そういう感じだったんですけど、西谷監督は結構細かいところまで指示をしてくるので、なんていうんですかね、そういうところまで気を使ってやるっていうのが自分の中で意識してやってます。ベンチに入るだけじゃ何も意味ないと思うんで、やっぱ試合に出てチームの勝利に貢献したいです。いち早く練習から一生懸命やって、もうなんていうんですかね、まあ、水戸の力に少しでもなれるように頑張っていきたいと思うので、応援よろしくお願いします。ということで、はい、ね、2人期待したいですね。まあ、石川選手は、ね、本当にスタートから出てましたけれども、はい、拓也さんからご覧になってどうでしたか？まあ、2試合とも、右の中盤というポジションで出てるんですけど、うん、まあ、本職はサイドバックなんですが、うん、まあ、今のチーム状況を見て前のポジションやってるんですけど、うん、このチームはあまりサイドアタッカーっていうタイプの選手がいなかったんで、うん、まあ、彼の突破力とクロスの正確さは武器になるんじゃないかなと、うん、で初戦 の福岡戦はちょっとまだ力出し切れなかったところはあったんですけど、愛媛戦はもう前半から何回もこうクロスを上げるシーンがあって、うん、チャンスを作ってくれたなと、はい、まあ、彼が行くことによって相手のディフェンス横に広がったことによって三島選手 の抜け出しが生きたんじゃないかと思ってるんで、うん、ね、もっともっと連携良くなれば彼の存在というのはかなり大きくなると思いますね。はい、そしてまだ出番はないんですけれども、池谷選手はどうでしょうか？はい、まあ、やっぱりフィジカルの強さですよね、うん、身長も高いですし、うん、そのディフェンスの前ボランチの位置で攻撃を跳ね返す役割、うん、そこからボール奪って前に出てくパワー、うん、彼は相当持ってるんで、うん、まあ、このプロのスピードプレーの判断に慣れてくれば、うん、相当活躍してくれるんじゃないかなと思います。まあ、国士舘つながりで ね
塩谷くんがいて今瀬くんがいて、はい、そして池谷選手と、ね、活躍してもらいたいなと思いますね。はい、楽しみです。はい、まあ、こうして新たな戦力を加えて、うん、さらにこう期待が高まるんですけれども、はい、次はジェフユナイテッド千葉戦ということで、はい、選手たちはどのように挑んでいくんでしょうか。試合直前練習リポートです。純也選手にお話を伺います。よろしくお願いします。お願いします。姫戦は見事な勝利でしたけれども、振り返っていただけますか。そうですね、みんな守備と、攻めと一丸となって、まあ、時間帯で自分らで意識を持ってできたんじゃないかなと。特に三島選手の2点目がものすごくこうチームプレーというものを感じた点だったんですけれども、そのあたり後ろから見てていかがでしたでしょうか。そうですね、タムがいい形で奪って、まあ、そのままみんなが連動してどんどん追い越していって、ボックス内に危険なところにボール入れたからこそああいう風にこぼれがミッシーのいいところに陥ると思うし、まあ、チームでやってることは全て出たゴールだったと思います。見事に本当に無失点で終えたわけですけれども、そのディフェンスという部分ではいかがだったでしょうか。まあ、浩二さんのビッグセーブもあって助けられたところもあるし、やっぱりさっき言ったようにチーム全員で守れたことが大きかったなと思います。まあ、後ろも体張らなきゃいけない部分もあったんですけど、でもやっぱり前線も守備にしっかり加わってくれたことが本当チームにとってのゼロだったかなって思いますね。サポーターの方に最後にメッセージをお願いします。いや、本当にみんなが応援したくなるようなチームを作っていきたいと思うし、本当皆さんの応援が僕らの力になるんで、もう僕らも本当もう応援したいって思うようなチームを作っていけるように頑張るんで、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。細川選手でした。ありがとうございます。それでは今瀬純也選手にお話を伺います。よろしくお願いします。暑いですけれども、ご自身の、まあ、怪我も年も復帰して体調の方はいかがですか。そうですね、徐々に上がってきて、まあ、チームの方も、まあ、順調もとまではいかないですけど徐々に上がってきてると思います。今シーズンルーキーとして加入したわけですけれども、こうどうですか、こうシーズン後半に入ったわけですけれども、振り返ってみて。そうですね、まあ、怪我するまでは少し試合に出させてもらって、まあ、経験を積めたと思うんですけど、まあ、今の状態ではまだ試合に出ることはできないと思うし、まあ、チームも好調を維持していると思うので、まあ、ここは我慢というかチームのために何ができるかしっかり考えて、そこをしっかりやっていきたいと思います。この暑い中ですけれども、8時からの練習スタートということで、この意図というのをどういうふうに感じていらっしゃいますか。まあ、そうですね、まあ、練習になってきてちょっと時間の使い方だったり休養の取り方だったりっていうところで少し早めにやって、午後の時間を有意義にしっかり休息に当てるってことで、コンディション調整の面もあると思います。ちなみに今瀬選手はどんなことをしようかなとこの後思ってますか。いや、この後はいや、あんまり何も考えてなかったですけどとりあえず昼飯食べてその後じっくり考えようかなと思ってます。よく一緒にご飯を食べる選手は誰ですか。最近は内田航平とか、あとはあの国士舘で入ってきた池谷選手とかは結構よく一緒に食べてます。誰が一番食いしん坊ですか。食いしん坊、池谷選手、よく食べます。はい、そうですね、結構食べる、びっくりしたんですけど、はい、それでは最後にサポーターの方にメッセージをお願いします。チームはどんどん好調で上を向いてしっかり頑張っているので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。今瀬選手でした。ありがとうございました。
ということで試合直前練習リポートをご覧いただきました。さて拓也さん、はい、次の千葉戦どんなところポイントになるでしょうか。いやまず一つ目がですね、はい、じゃんとやることを変えない。うん、相手は5位千葉強豪なんですけど、自分たちの戦い方を変えるんじゃなくて、うん、逆に相手に合わさせるぐらいの強い気持ちでいっていいと思うんですね、うん、なるほど、はい。自分たちのストロングを出すことによって相手のストロングを消すというところを意識した方がいいなと思ってまして、うんうん、特に千葉は左サイドの矢澤選手だったり、そのサイドから攻めてこの中に、攻めてくるという感じなので、うん、逆に水戸がサイドから攻めれば矢澤選手がこう、うん、守備に力を割かざるを得なくなるので、うん、自分たちからこう攻めていく先手を取るという意識が僕はすごく重要になってくると思います、うん、で特にその、ね、矢澤選手に、前回対戦で田向選手がですね、はい、ちょっとやられてしまったというところがあるんで、うん、逆に田向選手がそこを封じてさらに前に出ていく、うん、そういうことができれば必ず水戸がですね主導権を握れるんじゃないかなと僕は思ってます、うん、はい、はい。そしてもう1点なんですが、ここ最近2回とも、栃木戦では三島と書いて三島君がゴールを決め、はい、前節はキャプテンと書いて船谷選手がアシストしてくれたので、はい、今回はですね、はい、じゃんボランチ、おー、はーい、ちょっとボランチに期待したいと思っています。で、はい、なぜかというとですね、うん、今先発のフィールド、公式記録を見ると点取ってないのがボランチだけなんですよ。ディフェンスをみんな取ってて、石川くんは最近入ったんであれなんですけど、はい、フォワードも点取ってる、後ろも取ってる、うん、点取ってないのはボランチだけなんですよ。だから点を取る、ゴールに絡むという仕事を期待したいなと思ってます、うん、で前節愛媛戦前半終了間際にですね、内田選手がゴールポストに当たるシュートを打ったんですけど、はい、ああいう形が何回も増えればいいなと思ってます、うんうん、特に、ね、内田選手、岩尾選手は毎回いいプレー見せてるんですけど、内田選手はもうここ最近すごく自信にあふれたプレー見せててですね、プレーの安定感が増してきたなと思うんですね、うんうんうん、でそこにさらにこのゴールに関わるプレーができれば、うん、彼はもう一皮向けるんじゃないかなと思うので、うん、今節は、ね、ボランチ特に内田選手に期待したいなと思ってます。なるほど、2度あることは3度あるということですね、そうですね、内田選手に期待したいなと思います、はい。伊藤さんから見てこう内田選手っていうのはどんな選手ですか？そうですね、もうとにかくこうピッチの外とは違ってこうピッチの中に入るとすごく強い精神力を持ってますんで、彼のその力が発揮できれば、うん、チームも絶対いい方向に向くんじゃないかなっていうふうには思ってますね、うん、はい、はい、ね、本当に楽しみにしたいと思います、はいはいはい、ホーリーホックアイ。それでは今週の水戸ホーリーホックのホームゲームのお知らせをいたします。ジェフユナイテッド千葉との対戦はケーズ電機スタジアム水戸にて7月22日水曜日19時にキックオフです。当日は夏の学生招待といたしまして、茨城県内に在住在学の中学生、高校生、大学生、短大生、専門学校生、さらに予備校生も無料でご招待いたします。さらにですね、水戸ホーリーホックジュニアユースの公式戦や宇宙真央さんのミニライブ、そしてサイン会などイベント盛りだくさんで皆様をお待ちしております。ということで伊藤さんもこの写真なんか撮りに行かれるんですか？もちろんです、はい、はい、ジュニアユースの、ね、写真も撮るチャンスです、ね、そうですね、子供たち喜ぶと思います。そうですね、そうですね、そこもぜひ、はい、写真撮られるだけで気持ち上がりますから、ね、いや本当にいつも以上いいプレーするんじゃないですかね。そうですね、はい、はい、今日は伊藤さんいかがでしたでしょうか？はい、梅雨も明けましたし、チームも上向きですので、うん、ぜひスタジアムに皆さん足を運んでいただければなと思ってます。お待ちしております、はい、さあ今回も練習リポートに参加してくれた2人の選手のサイン色紙をプレゼントします。詳細はいばきら TV ホームページにてアクセスしてみてください。いや本当今日はありがとうございました。ありがとうございました。いろいろ思い出しました。いや歴史が胸が熱くなるものがあったので、ね、はい、これからもねさらに歴史を、うん、歓喜の瞬間をたくさんね撮っていただきたいと思いますので、はい、また新たな歓喜が22日、はい、千葉戦で見られるんでしょうから、はいはいはい、皆さんスタジアムにね足を向けていただきたいなと思います、はい、どうもありがとうございました。はい、それでは皆さん、7月22日ジェフユナイテッド千葉戦スタジアムでお会いしましょう。どうもありがとうございました。さよなら。さよなら。さよなら。